ヤグルマギクは、キクカヤグルマギク族の一種である。和名では、ヤグルマギクと呼ばれており、近年に一部で、ヤグルマウとも呼ばれた時期もあったが、雪の下かのヤグルマウと混同しないように現在では、ヤグルマギクと統一されて呼ばれ、最新の図鑑等の出版物も,もヤグルマギクの名称で、統一されている。野生種は、青紫色で、種名の、サイオネスは、アサギ色のという意味である。 俗名のセントウレアは、ギリシャ神話に出てくる、半人半馬の怪物ケンタウルスから、ヨーロッパ原産。元は、麦畑などに多い雑草だったが、園芸用に改良され紫、白、桃色などの品種が作られた。ドイツ連邦共和国、エストニア共和国、マルタ共和国、フランス共和国の国家として扱われている、耐寒性一年生植物、 ヤグルマギク属の別種には多年層のものもある。高さは20から100センチメートルで全体が毛で覆われるため白身を帯びて見える。夏に筒状花からなるヤグルマ状の花が咲く。種子は痩せかで短い毛がつく。日本には明治時代に導入されたが現在では幾何植物として野外でも多く見られる。原産地同様に麦畑に侵入すると 収量を5割から9割も減らす、境外雑草となるため恐れられている。矢車クの種子東北地方以北、または寒さの厳しい中部山岳地帯では春巻きにするが、関東地方異性の平地では秋巻きにする。現在販売されている種は、ほとんどが観測種で、8月末に巻き、暖かな日だまりに植えておいてやると、年内に開花する。普通は9月下旬に発種し、 4月頃から咲かせる。幼虫害も少なく、丈夫な草花で、花壇や家庭の切り花などに用いられる。このため、蒸気のような問題も発生するので注意が必要である。その青紫色の美しさから、最高級のサファイアの色味をコーンフラワーブルーとして引き合いに出される。ノバーリスの小説、青い花に登場する青い花は、矢車菊と言われる。 スタンカーメン王の棺の上には、ヤグルマギク、レン、オリーブ等で作られた花輪が載せられていた。マリー・アントワネットが好んだ花であり、養殖器の小花散らしの模様は、彼女がデザインしたヤグルマギクの柄に由来する。麦作におけるヤグルマギクの防除法、長野県農業試験場。ありがとうございます。